競泳女子の日本代表、五十嵐千尋、T&G が現役を引退することが30日、分かった。所属先が発表した。28歳の五十嵐は、16年リオデジャネイロ、21年東京五輪に自由型で出場。今年4月の日本選手権50メートルで優勝し、7月の世界選手権、9月のアジア大会にも出場していた。写真。 意見にも負けない美貌の持ち主自ら上がってスマイル前回の五十嵐千尋今後は所属先のアスリートアンバサダーに就任する五十嵐は所属先を通じてこれまで20年続けてきた水泳競技を先月のアジア大会をもって引退することといたしましたとコメント階段を上り続けてきた水泳人生でしたジュニア時代からの20年を振り返ると数え切れないほど多くの思い出が蘇ります と振り返った女子自由形のリーダーとして活躍した五十嵐は、世界選手権後に同連盟への不満を示していた平井典正コーチに剣攻め、文書による厳重注意、処分が課された際、自身の X、旧ツイッターで意見を発信。同連盟への不満が選手からも上がっていたため、原因の一つとしては日本水連が選手に対してアスリートファーストではなくなってしまったからだと思います。 などと提言した。その後は他選手と共に同連盟との話し合いを持ち、今後どうしていくべきか話したと説明していた。